1956年、柴田徳次郎は、日本の保守思想家で教育者。国士官創立者であり、総長、理事長、学長を歴任した。正四位、君二東髄法省受賞。経済学博士。国士官の設立を協議する、有志前列左から遠山光、野田宇太郎、渋沢栄一、徳富祖宝、後列左から花田半助、渡辺海局、 柴田徳次郎福岡県中郡別所村出身。父親の破産によって苦学を強いられるが、周囲の支援によって16歳で上京、生息英語学校に進学。新聞配達員をしながら勉学に励み、芝中学校3年生の編入試験に合格。渡辺海局や長谷川義信と出会う。芝中学在籍中の牛乳配達を通じて、東山光る。 野田宇太郎と面識を持つ。旧制、第二高等学校を受験するが二度不合格に終わり、1912年、早稲田大学に入学。尾形武虎、中野聖郷、中山博道の地遇を得て、1913年、青年大民団を組織する。1917年11月4日、大民団の私塾として、国士館を創設する。1919年11月、 財団法人を設立すると同時に、高等部を設立。1946年に、公職追放を受けるも、1953年に、追放解除となり、1958年、国士館大学を開設した。1973年1月26日、83歳で、死去。墓所は、国士館大学世田谷キャンパス内にある。柴田の思想は、 吉田松陰や桜総五郎の影響を受けたものとされる。三女の夫は国士館大学常務理事の安高武だが、大学の管理運営をめぐり、理事長柴田凡天と激しく対立し、1983年、凡天派の大学 OB に視察された。ありがとうございます。